こんにちは。こんにちは。中級メガネズです。さあ今回も J1 全クラブ。なんで貯めたんですかそこで。皆さんこう何を今度はどこのチームっていうのをちょっと。なるほど。いやいやみんなアクセスする人分かってますからこれ。サムネ見てみんなクリックするはずなんでこれ。ああ。さあと J1 全クラブ今シーズンどうなのです。今回はガンバです。はい。ガンバ。 肩のサッカーに。肩の,のサッカー。肩、はい、のサッカーっていうのは大分でやってたから、肩のサッカーじゃなくて、肩、はい、のサッカーさんのサッカーだから、肩のサッカーでいいんですか。いや、そうまあ、そうだと思いますよ。はい。そ、はいです。<laughs> そうですよね。<music> まあ、多分期待してる方たちが相当多いのかなっていうふうに、ん。まあ、僕の勝手な印象ですけど。 あれ、はい、と同時にど,どうなるんだっていうのを <laughs> ど,ういうどういう意味でどういういやいや両方の意味でこうわからないわからなくないですかなんかああなんかワクワクするような作家なのか髪合わなくなっちゃうんじゃないかとかこうね両方こうなんか想像想像はできるじゃなああ<ー>僕はもう期待してますよ、うん、もちろんあ<ー>、まあもちろんそのね実際いろいろ化学反応的にどうなるかとかね適、うん、材適所の部分とか、うん その辺は試行錯誤は当然あるんだと思いますけど、うん、まあ結構キャンプの時がっつり、ね、できたらその辺もこう見極めた上でっていう感じになったかもしれないですけど、まあ、その辺がどれぐらいこう進んでるのかってのはちょっと気になりますけどね。型のサッカーはなんかそういうところからなんか積み上げていくみたいなイメージが余計に僕の中ではあって、うん、やっぱりそういう、ね、新しいものを多分入れてきたりだとか、まあ、システムなんかもそうだと思うし、まあ、それこそ。 選手の見極めもそうだし。うん。ね。どうなるのかというところ。そうですね。いメンバーを見つつ。まあ、一応スリーバック予想では。なってますけど。ここもわかんないですよね。そうそう、それわかんないですよね。去年のね、それこそ天皇杯ではね。四枚で。そうですよね。素晴らしい活躍してます。その辺をだから、この頑張り今の選手たち。にどれがフィットするかっていうのを、こうキャンプでね。じっくりこう。 まあどっちかに偏らせるってことはないでしょうけどね、栄養できるようにっていう、うん、あちゃんとそこら辺も含みを入れながらなんでしょうけど、うんまあ、でも去年さ、こう守備のところではさ、うん、東口にそう本当に助けてもらったっていう、そんなシーズンでもあったので、うん、まあそこは、まあ、形はどういうふうになるかわからないですけど、手こ、うん、入れはしないといけない部分なのかなっていうふうには、スーパーだったじゃないですか、東口。 まあ東口さんはもうここ数年ずっとスーパーなんですけどね、<laughs> もう本当に、ずっとスーパーがどんなに押し込まれて打たれまくっても東口がいればワンチャンあるぞみたいなね、そういうことです。我慢しててね、<laughs> うん、で結局、員をたくさん取ってくれたのはパトリックだったわけですよ。うん 僕は今年、もうなんですけど、うん、もうとにかく宇佐美頑張れみたいなところがあってですねやっぱりあの点をすんげえ取りまくった2013、14、1519点、19. 10点、うん、19点なんですけどそれを目指してここ最近ですよ、うん、5点、7点、6点、6点みたいな、うんうん、19年からだと7点、6点、6点なんですよストライカー的になんか開花しない開花 ストライカーななってくれみたいなまあゴールに近い位置にい,にいてほしいですけどね、うん、なんか。まず点を取る仕事になるべく特化してほしいみたいな、どうしてもね、こうミッドフィルダー的な技術を持った選手なんで、こう、下がって作ってっていうところを、うん。そう、違うところができちゃうからね。ただこれでもやっぱあれ、チーム全体の,このね戦い方とか、いろんなことにも絡んでくるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だから宇佐美選手が アタッキングゾーンで仕事に専念できるような、そのチームがうまくこう機能すれば、そういうチャンス増えんだと思うんですけど、多分、片野坂さんはしっかりこう後ろから作っていって、うね、サッカーをね、うん、やろうとしてると思うんで、こう後ろに下がってこうビルドアップに絡まなくても済むような形になれば、ね、アタッキングゾーンでどんどんこうボールがこう来るようになれば、ああそういう仕事に専念する機会増えると思うんで、やっぱチームのあれとも兼ね合いじゃないですかね、そこはね。 そう,う期待はあるんじゃないですか、今年は。ハ、うん、ンキングゾーンで仕事をしてくれる機会が増えるじゃないかっていうね。ね中盤でこうゲームを作るという上では、まあこの図でいうと、中整上、山本、まあ、多くのまあ去年からいる選手たちで、プラスダワン、斎藤光輝も帰ってきた、頑張りに帰ってきたっていう,う、ね。やっぱ井出口選手がね、J1 っても <laughs> 三本指で入る,あるボールハンターがいなくなります、ね、そうですよね。はい、まだ斎藤光樹はその意味で同タイプというか <laughs> なんか補強の意図はすごくよくわかりますよ。まあそんなね、風野さんがそのハンターに特化した、うん、ハンティングの上手な、ね、人に特化した選手を特段別にあの好んでるわけではないと思うんですけど、うん、普通はだこのボランチにはどう誰をね、まあ、ボランチに今言って3バックの時はあれでしょうけど。うん わ、まあ、かんないですけどね、ホーバック君がどうなるかわかんないですけど、ここの組み合わせ、どれにするかは結構、問になってくるんじゃないですかね。あとね、あのセンターバックのに書いてある根拠門もねあの、ボランチできる選手なんで、お<ー>まあ、そういう意味でもこう、なんかよくわかんない <laughs> かもしれない。でも、ダワーもいるから、根拠門はセンターバックかな。センターバックの並びもそうだけど、こういろんな組み合わせができますね。 まあ三浦現代でまあ単価も成長中だしまあ三浦も真ん中できるし、庄司は逆にスリーバックの外の方がいいのかもしれないし、うん、そうなんですよね、三浦選手はあの常さんがね監督やってる時真ん中、三枚でやるとき真ん中やってて、うん、真ん中の時、すごいパフォーマンスよかったんですよね。うん、だ真ん中だったらいいの,いいのかなって、個人的にはちょっと思いますけどね。ど福岡もいいですもんね。<あ><え>福岡もいますねど。あ、福岡ですね、そうですね。実践学園の星。 徳島でね、もうしっかりあのロドリゲス監督と,あと、まあポ、去年はね、ポエトス監督でしたけど、うん、しっかり後ろからつなぐ形はもう、熟知してるはずなんで。彼、うん、運動能力も高いですしね。高いですよね、はい。あと、まあ、フォーバックならサイドバックできるんで、まあ、そういう意味でもこう、いろいろ使えるかなと思いますけど。まあ、結構そうすると、左サイドは、まあ、藤原龍一さんもいるし、まあ、この辺は、結構熾烈じゃないですけど。うん ポジション的にも、ちょっと右が薄いですかね。大野瀬、いわゆる専門的な、専門。のね、サイドバックっていう選手は少ないかもしれない、うんまあ。ウィングバックっぽい選手はあんまりいないかもしれない。うん、あと、前で言うと、さっき僕は宇佐美の話をしましたけど、うん、中村次郎とかは結構、カバ、うん、さん、おい選手。中村次郎は面白いですよ。馬系の左利きの、なんていうんですかね、頑張っぽい。 ガンバイユス育ちらしいねっていうような遊びとかドラみたいな強さよりもこうまさによって、ね、テクニックでいやもう完全ファンタジスタですよおファンタジスタ僕 J3 の時結構ね彼は出ててまだ、ねうん、体も細くてって感じでしたけどフィジカル的にそこまで強くないんですけどやっぱ技術とアイディアが抜群なんでへ<ー>あーめっちゃ面白いですよ見てて純粋に面白いです楽しい選手ですよね ちょっと相手はちょっと、っていうようなプレーを、相手の予測を外すような、ね、プレーをたくさんできる選手だった、うん、そうでね。矢野、うん、とかも楽しみですけどね、去年、特別指定で試合に出たと結としし、ね、ありました結構、ねね、印象的なゴールを決めてるし、あと、石毛ですよ。うん、石毛選手ね、去年、岡山にレンタルで行って、でスタメンに入ってから、めちゃめちゃ活躍しましたからね、もうスーパーゴール、めちゃめちゃ連発してたんですよ、去年。<laughs> <laughs> なんかペレみたいな、ペレが、シャペをやってスーパーボレール決めるみたいな。あれましたね、そういうああ。それ2回ぐらいやってるんですよ、うん、ベルディ戦と、あともう1個ホームで。うん、やっぱりゲームで、ね、ないにどんどん成長してる、したんだね、やっぱりまた、うん、もっとね、やっぱそういう機会があって、あとはクラッチュですね。うすねうん、まあでもこう考えると、いるはいるですね、うん、選手。 いやそりゃいますよ、はい、ガンバですもらすよねガンバですもんやっぱタレントのタレントたくさんいるんで、うん、あとどう組み合わせるか、ね、そうですね噛み合わせるか組み合わせるかですよね、うん、だから片野坂さんがだから誰をどこで使うかってものと興味あるすよねうん、うん、力のある選手曲がれだ本当に改めて見てもまあでもやっぱり後ろの三枚をどういう組み合わせにするかっていうのは結構大きなあれでしょうね まあここだってき基本、規定にいなるとこじゃないですか、後ろから繋げていないと。そうそうそう、型のサッカーはね。大分時代はね、そうそうここにキーパーとスリーバックの3枚で、ボランチが1枚降りてきてっていう、このダイヤモンドのところでね、もうそこでしっかりこう、相手のプレス外しながら前進するってやり方だったんで、でね、ここほんと肝になるんじゃないですかね。誰が、どういう組み合わせで、ね、出てくるのか。はい、型のサッカー、ガンバー1年目。 楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。